います。そしてこのガキ潮現象は一輪の花が咲いたようにも見えるから見えることから渦の花、また潮の花とも呼ばれております。渦潮がたくさんたくさん発生すればこの渦の花も大輪のものたくさん咲かせます。1時間ちょっとある、それまではあるんですけれども、すでに大きな段差